いや、また無印で服買っちゃったな。このトップス2枚あれば今年の夏はかなり便利だから皆さんに全力で解説したいな。ということで、こんにちは。いつもと違ったくるくるヘアのスタイリスト大山俊です。今回の動画では僕も皆さんも大好き無印良品でトップスを2枚買ってきましたので皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ、今年は冒頭にもお伝えした通り結構無印ご紹介することが増えてるんですが、まあ、全体的な印象としては無印良品らしいですね。ベーシックで使いやすくてなおかつナチュラルな雰囲気のものが多いんですけど、その中にトレンド感とかサイズ感というところが、まあ、うまくですね、今っぽくアップデートされているものが増えているような感覚がありまして、まあ、なかなかですね、個人的にも気に入っているんですが、そんな中で今回ですね、僕が買ったもの、早速ご紹介したいなと思ってるんですが、もう実は後ろにかかってるんですね。ご紹介しますね。はい、こちらです。決して派手さがある感じではないんですが、まず一つ目、こちらはですね、シャツ生地で作ったクルーネックの T シャツなんですね。涼感クルーネック半袖不白 T シャツですね。色はダークグレーを選択しまして、サイズ悩んだんですが、僕は S を購入しました。で、価格が2990円ということで、これすごく良かったなっていうのと、あともう一枚ですね、こちらはオープンカラーシャツですね。風を通すストレッチサッカーオープンカラー半袖シャツ。色はダークネイビーで、サイズは M、2990円ということで、この2つを購入してきました。まあ、どちらもグレーとネイビーということで派手さはないんですけども、やっぱりこのあたりは使い勝手がいいんですね。価格帯も抑えめでデザイン的にもベーシックなのでユニクロとバッティングするところではあるんですが、ちょっとユニクロでは見当たらない商品だったので、今回はこちらの2つをですね、実際に着ながら皆さんに全力で解説をしたいなと思います。結構ですね、この2つがあって、あとボトムスをブラックとホワイトとかでちょっとメリハリ聞かせればかなりたくさんのコーディネートが作れてしまうかなと思うので、ぜひ皆さんも最後まで楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうか。まずはですね、こちらの涼感クルーネック半袖不白 T シャツから着てみましたが、かなりいいんですよね。ちょっと一周回ってみますね。身長164センチ53キロの小柄な僕で、こちらは S サイズを購入しました。まあ、正直ですね、M にしようか結構迷ったんですよ。だけども、割とですね、サイズ感少しゆとりがあるんですね。無印良品のアイテムって、どれもですね、定番的で、割とですね、ジャストサイズのものが多いので、ワンサイズ上げて M にすることが多かったりするんですけども、これはですね、最初から袖丈もですね、ちょっと長め。腕の関節よりちょい長ぐらいですかね。身幅もゆったりめで、着丈はですね、短めの設定で、まあ、いわゆるですね、今っぽいシルエットの T シャツと同じような感覚なんですね。なのでこれ S でもいいかなということでこちらを購入しました。で、面白いのは T シャツなんですけども、素材がシャツ地なんですよね。ここの意外性というのが個人的にはなかなか面白いなと思いますし、ありそうでそこまでよく見かけるものではないので、まあ、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思ってるんですね。まあ、T シャツってやっぱりこうカジュアルですごく着やすいので多くの方に愛されるアイテムだと思うんですが、一方で結構ですね、カジュアル見えしすぎてしまうところもあるので、大人世代だとちょっとこう気恥ずかしいなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですね。一方でこちらはシャツ地なので張り感があって大人っぽさがどことなくですね、感じられるようなそんな仕上がりになってるんですね。これはちょっと僕は意外性があってかなりいいなと思いました。僕は無印良品に結構週1ぐらいで足を運んでいて、新しいものないかなって見るんですよ。その中でこちらのアイテムも結構数週間前から知っていたんですが、なんかちょっと今日は試着する気分じゃないなっていうことでスルーしていたんですが、実際に着てみたらこれはまずいなと思いました。すぐに買って皆さんにご紹介しなくちゃいけないような隠れた名品だなというふうに思ったんですね。結構あるあるなんですが、お店に置いてあって地味なんだけども、着るとすごくいいものってあるんですね。このアイテムもまさにそんな位置づけかなと思っていまして、大人の男性にかなりぴったりだと思います。カラー展開結構豊富でいろんな色があるんですが、その中で個人的にはこのダークグレーがめちゃくちゃいいなと思いました。まあ僕自身がすごく好きな
色というのもあるんですが、色に深みがあってちょっと都会的な雰囲気も漂うと。でブラックとかに比べると重たすぎないという色合いでもありますし、なおかつボトムスは今履いてるような白パンにも合いますし、ブラック系のパンツにも合うというところでは、1枚あると着こなしの想定がしやすいので、個人的にはもうダークグレー一択で皆さんにご紹介ができればなと思っています。コーディネートは本当に簡単で、下にはですね、僕今回インティー着てます。もう本当にこう見えないようなインナー T シャツを着て、その上に着てもらうと首元の開きですね、割と広めに取ってあるんですね。なのでスッキリとした首のラインを見せることができるので、インティーなんかでなるべくインナーを見せないような着方もいいと思います。あとは白 T を下に着てですね、レイヤードを作るというのもいいかなと思います。その様子も別撮りで見ていただきたいなと思うんですが、まあ、こんな形で白 T チラ見せみたいな形もいいと思います。まあ、個人的には夏に使うことが多いので、本当にこうインティの上にさらりと着るぐらいでもいいのかなとは思ってるんですけども、こういった着こなしもありかなと思うんですね。あとはボトムス、今回は、まあ、自分のところで作っている白のベイカーパンツを合わせて、なるべく重たく見えすぎないような着こなしを作っていますが、これはいつも通りですね、無印良品の先日ご紹介したブラックのイージーパンツで合わせていただければ、これまた間違いのないコーディネートが完成するので、この不白の T シャツはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。僕は S サイズ選んでいますが、もうちょっとトレンド感出したい方はワンサイズアップだとかなりトレンド感強くなりますし、かといってバランスも悪くはないので、このサイズ感はすごく新鮮さがありますね。無印良品らしくはないアイテムですが、ぜひ皆さん価格も買いやすいのでトライをしていただければなと思っています。続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているですね、こちらのオープンカラーシャツですね。これまた派手さはないんですけど、地味にいいアイテムなんですね。今回は M サイズを選びました。先ほどの不白の T シャツに関しては S でちょっとゆったりめだったんですが、こちらはジャストサイズというわけではないんですが、ほんのり緩いぐらいのサイズ感なので、身長164センチ、53キロの僕だと M サイズで、まあ、ちょうどトレンド感もほんのり漂うような、そんなサイズ感になるかなと思います。まあ、本当にこうベーシックなオープンカラーシャツなんですよね。まあ、デザイン的には特に特徴があるわけではなくて、まあ、唯一言うのであればこの襟周りの大きさですね、割と襟幅は大きめに取ってあるなという印象です。そこも個人的には割と好きな雰囲気なので、なかなかバランスがいいかなと思います。袖丈もちょっと長めではあるんですが、だらしなく見えないような、そんなバランスです。身幅もちょっとゆとりはありますが、割とベーシックな範疇かなと思うんですね。で、最大の特徴は生地感だと思います。まあ、この手のオープンカラーシャツってユニクロが圧倒的に強いんですね。価格帯もすごくこなれてるし、デザインもバランスがいいし、色合いだとか質感も含めていいのでユニクロ強しなんですが、こちらはサッカー地になってるんですね。表面に凹凸感があるというところ、ここで単調な見え方にならないというところが一つ大きなポイントかなと思います。で、これはもう本当に見えないと思うんですが、表面にはですね、本当に小さなですね、通気口が空いているので、風通しがいいんですね。実際に着た感じもめちゃくちゃ軽いですし、夏場でも T シャツの上にさらりと着ても、かなり涼しさが実感できるような、そんなアイテムになってるかなと思います。このあたりの素材感が結構ですね、他とは違ったアプローチで、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。サッカー地のこの凹凸感とか、あとは縦に走るようなラインとか、そのあたりのペタッとしないですね、素材感が個人的には一つのアクセントにもなるので、すごくいいなと思いました。こちらもカラー展開豊富なんですが、その中でも僕はもう一つ選ぶとしたら、このダークネイビーがいいなと思いました。ブラックもすごく好きな色ではあるんですが、ちょっと夏場だと重たいのでネイビーですね。そのネイビーの中でも限りなくブラックに近いようなネイビーで、ちゃんと引き締まるんですけども、だけども黒よりは重たすぎないというところ、この色合いが個人的には大人の男性にも似合いやすいのかなと思いました。で、先ほどの不白の T シャツもそうだし、こちらのオープンカラーシャツもどちらもですね、グレーとネイビーで重たいので、こういったトップスに清涼感を加えるためにはやっぱり白パンが圧倒的に使いやすいなと思っています。先ほどと同じく僕のブランドのですね、ホワイトのベイカーパンツをです、ね、履いてるわけなんですが、ぜひ皆さんはお手持ちの白パンと一緒に合わせてもらうと、結構このあたりの無印のトップスが非常に生きてくるかなと思っています。で、内側にはですね、これ細かくてですね、なかなか見えづらいと思うんですが、うっすらとボーダーですね、マイクロボーダーの T シャツを着ています。まあ、色はグレーですね。このような形で色合いとしてはネイビーとグレーとホワイトということで、
かなりベーシックに揃えてあげれば、大人の男性でもですね、結構似合いやすいようなスタイルが簡単に実現できるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思います。どちらのアイテムも2990円ということで、かなり市場の中では価格抑えめのラインだと思うんですね。で、こうなるとやっぱりユニクロの選択肢が強いかなと思うんですが、ユニクロだけで回していると、どうしても人と被りやすかったりだとか、たまには気分変えたい時もあったりするので、まあそんな時に結構無印がちょうどいい立ち位置として最近はですね、選択肢に加わることも増えたので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、無印良品の夏服の中で、僕が注目している2枚をですね、皆さんに実際に購入をして、レビューをしてみました。どちらもですね、決して派手さがあるわけではないんですね。エッジが立っていたりだとか、色使いが綺麗だったりだとか、まあそういった特徴があるわけではないんだけども、生活に寄り添っていて、自分のライフスタイルに結構馴染みやすいという方も多いのが、今回の2枚かなと思います。無印というと、僕の中ではかなりベーシックで、ユニクロよりもより定番的で、すごく使いやすいんだけども、ちょっと面白みが少ないかなというところもあったりするんですよ。だけども最近の商品は、割とサイズ感もゆったりとしたものも増えてきましたし、デザイン性もトレンド感を感じるものも徐々に増えてきてるので、これからですね、無印商品の中にそういったアイテムがどんどん増えてきたら、個人的にも嬉しいなと思います。まあ無印はユニクロと同様に全国にお店があって、気軽にショップに行って試着もしやすかったりするので、まあぜひ皆さんもですね、今回ご紹介した2点ですね、お店で試着をしてみて、質感だとかサイズ感だとか、あとはデザイン性だとか、こういった細かいところを見ながらですね、検討してみていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えすることができない中級者向けの内容は、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで、ちょっとツー向けのアイテムですとかコーディネートについて解説をしています。週にオリジナルの動画を2本とメンバーシップ限定のライブ配信も行っていますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくり動画をチェックする時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っていまして、まあ大体 1,2 分で読めるような分量でまとめています。僕も毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。また会員の皆さんもですね、記事をアップすることができるので、様々なコンテンツをですね、読むことができますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。